サルカニ合戦ってありますよね。僕はどうも納得いかないのです。あれか、ウスやクリは喋るのに柿はなんで普通なんだよとか。あ、いえ、もっと初めの段階です。おにぎりを持ったカニに近づいてきたのって腹をすかせた雑食性の猿ですよね。おにぎりごと言ってもよかったのではないかと。身も蓋もない話だな、カニなのに。ええか、目的と目標を混同したらあかん。死ぬ前にやりたいことを考えてみ、人生を豊かにする、これが目的やな。やりたいこと言うんはそのための目標や。大事なのは目的で目標やない。やりがいや達成感は時に自分を見失わせるもんなんやで。つまり仕事が生きがいなんて幻想や。うるさくて眠れやしない。うわ、ご主人どうしたんです、その目のクマ。春さんのせいです。と言いますと。数日前。ご主人ご主人、実は虫の音が聞こえているのはポリネシア人と日本人だけだと知ってましたか。西洋人は虫の音を機械音や雑音と同様に右脳で処理するのに対し、日本人は言語脳で受け止めるので虫の声として聞いているそうです。あの会話以降意識しだしたら虫の会話まで聞こえるようになってしまったと。さすがご主人。冗談じゃない。てかなんで関西弁。今日は年に一度天の恋人たちが再会する日だそうですね。恋人じゃなくて夫婦ね。話知らない。その昔、ただひたすら旗を折るオタクな織姫がおり、年頃なのにさすがにこれはヤバいと思った天帝は剣牛というこれまた真面目な男と結婚させました。ところが今までの反動か、二人は揃って新婚バカップルニートとなってしまい、超長距離別居をさせられてしまいましたとさ。じーなんだよその疑わしい目は。だいたい合ってるって。ほんとほんと。ハルさん、短冊の願い事どうする。ではご主人のご健康を。それだけ。あと願わくばご主人がおやつをケチりませんように、ご主人の寝相といびきが収まりますように、あとご主人の絶望的なまでの方向音痴が治りますように。それとまだあるの。ありません。あの、何の話をしていたのでしょう。カッパが抜くシリコ玉って何って話。そうでしたか、すみません。シリコ玉はね、記憶の塊なの。記憶ですか。一体どうやって抜くのです。ポン、こんな感じ、早技。あの、何の話でしたっけ。無限ループだね。じゃじゃあ、カッパ様、持ってまいりました巨大キュウリです。やったー。あの、それでハルさんのシリコ玉を、記憶を戻してもらえますか。あの、どなたかは存じませんが、それはキュウリではなくズッキーニですよ。なんでバラすんだよこのバカ。なぜでしょう。懐かしい感覚です。返してあげてもいいよ、その犬の君との思い出の記憶。君のと引き換えならいい、君のその犬との記憶と交換なら。なるほど、これは究極の選択ですね。大切なもののことを忘れてしまうか、大切なものから忘れられてしまうか。一言みたいに。お名前は何というのですか。どうでもいいでしょ。私はあんたのご主人なんだよ。いいよ引き換えで。本気。犬の時間は人のおよそ4倍で進むって知ってる。私がハルさんと過ごした5年間はハルさんにとっての20年間なんだよ。だからさよならハルさん。何の話してたんだっけ。悲しみを乗り越えるまでには5段階あるって話。そうなの。そこの犬は何。ご主人が僕を忘れるなんて、そんなの嘘です。第1段階の否認だね。この性悪カッパ、ご主人から離れなさい。第2段階怒り。ほら子供に吠えるな。ご主人を元に戻してください。何でもしますから。第3段階取引。ズーン、もうこの世の終わりです。第4段階抑うつ。こんなペース早いものなの。僕は受け入れます、ご主人はご主人なのですから。第5段階受容。よろしく、名前はモフ太郎でいい、適当。これは絶対に夢です。第1段階否認。元に戻ったんだけど。あるある。君春って名前なんだ、よろしく春。違うのです、そうではないのです。あうあう。記憶全部元に戻してあげようか、僕と会う前の状態に。本当ですか。もう気が済んだし、元はといえば君たちが悪いんだからね。そもそも君たちは。ご主人やりました。ご主人ご主人ご主人。好きなよ。ねえご主人。何春さん。カッパって本当にいるんでしょうか。さあ、なんだかシリコ玉を抜かれた気分です。シリコ玉って何なんだろうな。ザパー、またやったな、君たちもう許さないぞ。いや、お、いやいやいや、はあ、くばあ、俺も幸せの青い鳥を探して旅をしたもんさ。でも俺は気づいたね、そんなものを追い求めて幸せになったやつは一人もいないってね。幸せはいつだって目の前にあったという話ですね。いや、ギャラクシーブルーバードを取りに行って帰ってきたやつは一人もいないって話をしてるんだが。実際にいるんですね。なるほど、身近にある幸せは失って初めて気づくか。こりゃいい例え話だ。あの姉ちゃんもいつか気づくのかね。この惑星の住人だった連中もそんなに捨てたもん
もんじゃなかったってことにさ。連中は特に芸術に関しちゃすごかった。俺はこの絵を手に入れたくてこの惑星まで来たんだ。いい話です。じゃん、どうでいいだろう。いい話も絵もいろいろと台無しです。またあいつらか。えい、止まってくれますかね。乗ってくかい。なんで軽トラ。 UFO？ あれは農薬散布用のドローンよ。ああ、農家の方なんすね。それでこの。ジョーちゃん、この車をバカにしちゃいけねえぜ。なんと次元転移装置付きよ。140キロまで加速すれば過去だろうが未来へだろうが。そもそも140キロも出るんすかこれ。ギリギリだな。だからなんで軽トラ。我々の時代に未来からの観光客が押し寄せたことはない。ただそれについて私は誰とも賭けをしないだろう。タイムトラベルは実現可能だ。スティーブン・ホーキング。ではあなたは10年後の未来から来たご主人なのですね。信じてくれるの。未来は誰にも分かりませんが、ご主人を分からない犬などいません。というか変わりませんね、ご主人。若い春さんだ。会いたかったよ。10年後ですか。その頃には僕はご一緒していないということは、つまりそういうことなのですね。申し訳ありません、ご主人をお一人にしてしまって。あ、いや、本人同士が会うとタイムパラドックスがどうとか相変わらずうるさいから置いてきたんだけど。あ、僕まだいるんですね。というか今のご主人が起きる前に帰ってください。旅の初期、下がって春さん。私の経験上、高確率でゾンビが出てくるゾーンだ。経験ってゲームのことですか。現在、あの頃は引きこもり明けだったからな。いや、お恥ずかしい。セーブポイントや隠しルートを探したり、今は自分に以前全クリしたし、弾が無限だから大丈夫だと言い聞かせてる。だから今は平気。できれば現実だと言い聞かせてください。あんたみたいなのに構う物好き、私ぐらいなんだからね。春先輩、先輩は付き合ってる犬とかいないんですか。あなた芝のくせに交友関係が広いのね。別に怒ってないわよ。どうしてそう思うの。なんか春さんだけやってるゲーム違くない。ずるい。別に僕はゲームをしているつもりは。春お兄ちゃん。ピン。やっぱり春お兄ちゃんだ。もしかしてかぐやちゃんですか。うわー、懐かしいです。何年ぶりでしょう。覚えていてくれたの。もちろんです。匂いですぐわかりました。くらあ、怖くて振り向けない。誰あのメス犬。ご主人はご存知ですよね。以前お隣だったかぐやちゃんです。昔は一緒にお散歩したりお風呂も入ったよね。一緒にお風呂。お互い裸で。相当混乱しているな。いつも裸じゃん。大丈夫だって。私の記憶じゃお互い兄弟みたいに思っているから。お前まだハルお兄ちゃんと一緒にいたの。ダメだ。見て見て、ハル先輩。青がとてもお似合いだと思います。ハル先輩、色がわかるんですか。さすがです。昔ご主人に教えてもらいました。とても長い時間をかけて。これは赤、次は青、黄色。素敵。最後の方は死ぬほど大変でした。地獄。ハルお兄ちゃん、怖い。ちょっと離れなさいよ。やだ、怖い。助けて。ご主人、もしや雷が苦手でありましたか。ハスキー、またお前ですか。ハルお兄ちゃん、雷は昔から平気だったっけ。ええー、まあ。あんたは何か怖いものあるの。あ、狭いんだから騒ぐなよ。てか大丈夫か、パグスケ。そういえば聞いたことあります。パグは雷に驚いて目玉が落ちることがあるんだとか。何それ、超怖いんですけど。ああ、かき氷が食べたい。氷ですか。さすがに難しいですね。氷といえばご主人、水とお湯を同時に冷凍庫に入れるとなぜだかお湯が先に凍るそうです。謎です。何それマジ、やってみようよ。どうやって試すんじゃい。てか熱い。焼き当たりです。そんなの学校で習わなかったけど。科学で未証明のものは教えられないのでしょう。理由は謎ですって言われた方が興味持つし面白いと思うけどな。資源ですね。クマンバチは飛べる構造じゃないのに飛べると信じたから飛べるみたいなの。あ、それは空気の粘性を利用しているそうです。つまらん、却下だ。気合で飛んでるって方が面白いだろうが。わあ、もう許してください。攻撃が悪いな。おい、ゴシゴシ。いいか、流すからまだだぞ。待ってだからな。うてめ。石鹸の味を知らない奴は犬を洗ったことのない奴だ。フランクリン P. ジョーンズ。名言だよな。すみません、ご主人。あの、いつまでやれば。バターになるまでだよ。パン作ってやるから頑張れ。できましたか、ご主人。お、焼けたぞ。父、ハルさんのキャラパンも作ったんだ。はぁ、本当ですか。じゃーん、ほら、そっくりじゃない。コルネですか。ご主人、焼きたてのパンなどいつ以来でしょう。懐かしい味です。ほろほろ。泣きながらパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。ゲーテ。
中学時代。ハルさん、なんか芸やってよ。ネットにあげるんだからさ。ご主人、いいねなんてもらって何か意味あるのでしょうか。なぜ人は赤の他人からの承認を受けたがるのでしょう。僕にとってご褒美はご主人からの賞賛だけです。めんどくせえ柴犬だな。いいねの数かけるビスケットやるから。やります。この前の動画すごい伸びた。それは良かったです。これからはいいねの数かける1円のおやつでどう？いいですよ。数週間後、フォロワー倍になったし、いいねの数かける 0.5 円でいい。わかりました。数ヶ月後、そろそろかける 0.1 円でいいよね。どんどんノルマがきつくなっています。パパ！どなたかと勘違いしているようですね。パパです。パパの名前はハルと言います。落ち着いてください、誤解です。助けてください。ご主人、いいから正座なさい、この無責任。ご主人、君のせいでひどい目に遭いました。おーい、よ、久しぶり。いつぞやの未来のご主人。さ、帰りますよ。ご主人、まさか本当に僕の子供なのですか。未来の春さんもまだまだ元気だよ。いろいろと子供の前でやめてください。ツンデレには主に2種類ある。好意を持った者に対してついツンとした態度を取ってしまうタイプと、普段はツンとした態度だが特定のものや条件に対してのみ出れるタイプだ。まあ、ハルさんの好きなツンデレを選びなさいな。選択肢はツンデレしかないのですか。ツンデレでない柴犬なんかいません。贅沢言わずあるもので我慢なさい。なぜ笑いながら。ハルさんは子孫を残すことが生命としての本分だと思わないのかい。いえ、全く。では、子を残せないものは不幸なのでしょうか。ではこの世界でお一人のご主人は。だとしたら僕は全力でそれを否定しますよ。本分などそれぞれなのです。そして僕の本分はご主人に最後までお付き合いすることなのです。ハルさん、もう頑固なんだから。頑固でない柴犬もいないのですよ、ご主人。イチャイチャイチャ。ご主人、もしかしてシーバを読んでおられるのですか。いや、他の子たちを写真で見ると改めて可愛いものだなと。うん、僕に言わせれば写ってるシーバはみんなよそ行きの顔をしていますね。そうなの。ほら、これなんか絶対自分が可愛いと思ってます。実にあざといです。疑問なんだけど、ハルさんはどうなの。こういう雑誌の異性を見て、あ、このメスタイプだとか思ったりする。いえ、別に。一目惚れとかそういうのは、犬は人のように視覚的要素だけで異性を判断したりしません。もっと内面で判断します。例えば、お尻の匂いとか。内面、人間の男だったら限りなくアウトな発言だな。ご主人、ご主人、オッカムのカミソリという言葉をご存知ですか。ある事柄を説明するためには必要以上に多くを仮定するべきではないというものです。この原理から考察しますと、様々な可能性を仮定し、人類はご主人ただ一人を例外として一瞬で滅んだとするよりも、すでに人類が全滅した世界にご主人は迷い込んでしまった、そう仮定した方が説明がつくのではないでしょうか。お前が猫だったらそんなどうでもいいこと気にしないのに。はあ、どうでもいいんですか。さっきから何を作っておられるのですか。猫転移装置。テープや紐で円を作るとなぜか猫が入ってくるというあれですか。なぜしめ縄。神様でも召喚なさるのですか。祈ったところで何も答えないのは神様も猫も同じようなものだろ。無駄に深いですね。お供えまでして。猫転移装置はそういうものでは。でげん、本当に出ました。あなたは本当に神様なのですか。バカ、もっと大事な質問があるだろ。あの、撫でてもよろしいでしょうか。かく嫉妬の罪。猫神様は本当無口で賢そうですね。なでなで。いやはや、なぜ人は猫と宗教にはまるのか、ようやくわかりました。特に中身もないくせに、多くを語らぬことがさも賢そうに見えるのでしょうね。おい、ハルさん、罰が当たるぞ。パーン。それ見ろ。お静まりください、猫神様。ぶちましたね。パス。は、二度もぶちました。ご主人にもぶたれたことないのに。よかった、物件が治ったのですね。違いがわかりません。ハルさんは催眠術ってできたりしない。無理ですが、どうしてです。悩み事とか催眠術で消しされたら便利じゃない。それは根本的に解決していません。試してみましょう。ご主人は犬です。犬になります。なんちゃって。ん、やったわん。悩み事が何だったか思い出せないわん。くっ、犬をバカにして。私もハルさんに試してみよう。ブラブラ。おやつを使っても僕はかかりませんよ。お前は私の忠実な犬となるのだ。元よりそのつもりです。そっか、じゃあパクッ。どこが忠犬なんだ、どこが。つい。犬の体内時計はとっても正確です。なので、いつも同じ時刻に散歩や餌やりをしていると、要求吠えをするようになることも。そうならないよう時間をずらすことも手段の一つです。犬の飼い方、時間も場所も毎回変えているはずなのに、なぜお前は飯時になると現れるんだ。はざーす。勢いでごまかすな。
どうも僕は体育会系というか芸人のお約束的なノリというのが苦手と言いますか。本人に直接言ったら。すみません、正直あなたが苦手です。からのそういうところです。押すなよ、絶対押すなよ。はい、絶対に押しません。ご主人、なぜか勝手にはまりました。むしろハスキーのお約束じゃないか。おーい、大丈夫か。あなたが落としたのはこのとても賢くておとなしいハスキーですか。いや、そんなハスキーはいない。言っておきますが、落としたのではなく自分で落ちたのです。それも何もないところで。正直なあなた方にはこの比較的利口なハスキーを差し上げましょう。結構です。そもそも最初から私の犬ではないんで。では。ちょっとかわいそうに、心ない飼い主のせいでこの子は殺処分に。あんた本当に女神か。わかりましたよ、引き取りますけど選べますか。あなたの犬は自分で落ちた間抜けなハスキーですよね。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言う。アルバート・アインシュタイン。だからさ、今まで当たり前だと思っていたことでもただの社会的脅迫観念なのかもと今一度疑ってみるべきなのだよ。あえてとパンツは履く必要があるのかと。じー、ハルさん、今それよりブラジャーが私に必要なのかと思ったでしょ。崩れるものがないだろって。やかましいわ。何にも言ってまへんよ。愛とは自身よりも相手を大切に思う気持ちです。恥ずかしいから言えないというのはまだ相手より自分を大事にしているからです。愛する者には愛しているとはっきり伝えるべきなのです。バカね、そういうのは恥ずかしそうにもだえながら言うのがいいんじゃない。それが見たいの。はあ、ご主人、僕は心からご主人のことを。あ、はいはい、確かに最近はご主人にスルーされがちです。言葉にならない思いというのもありますし、そういう伝え方もありかもしれません。そうね、それがイケメンのオス同士ならなおいいわね。正直あの方の話は深すぎて理解できません。愛に垣根はないということでしょうか。犬も腐るのか、腐女子犬。ゾロ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 、これで男女ペアって無理やん。リア充オツ。ノアの箱舟外伝、タヌ兄弟サバイバル、僕らの船は泥船か。ん、兄ちゃん、僕らのどっちかが女装したらどうかな。そもそも裸やけど。バカ、それでは一人余ってしまうではないか。どなたか私とペアを組んでくれませんか。次回、兄弟の絆に亀裂、骨肉の争い、カミングスーン。はっ。